高いとこから落ちた時の違い初心者の場合。天空拠点を作ってるんだけど、ものすごい高さだ。こんなとこから落ちたらひとたまりも。うわあ、誰か助けてー。中級者の場合。エンド攻略も終わったし、そろそろトラックタワーを作りますよ。あ、いやここは落ち着いて落下速度低下のポーションを。うわぁ危なかったー。上級者の場合、しまった。エリトラの耐久値がなくなっちまった。だが安心インベントリには水バケツ。着地する瞬間に水をまけば死なずに済むぜ。いやー助かった。考察系実況者の場合。何をやっているんだレイムー。ここは24マス以上このまま落ちたら死んでしまう。だが安心してほしい、この状況でも助かる方法がある。まずはインベントリを見てほしい。運がいいことに水バケツを。いや待てよ、中にはウーパールーパーが。勘のいいガキの場合。あのさ、みんな持ってるアイテムが違うから不公平じゃない。同じアイテムにしてやってほしいんだけど。ていうかさ、そもそも近くの川に落ちればよくない。ハッカーの場合。